こんにちは。朝5時半です。曇っています。気温は26度なんですが、とっても蒸し暑いです。腹広1号いません。昨日の夕方、強風に備えて支柱を立てたので居心地が悪くなったんでしょうか。昨日と打って変わって早朝はほぼ無風です。ガルビネアスイートスパイスです。タイタンビカスピーチホワイト、また咲き始めました。マルコレッドです。ブライトレッドも復活してきましたよ。やっと見つけました。ひまわりに住んでるハラビロちゃん、幼虫ですね。アルストロメリアサマースノーです。だんだん綺麗に咲いてきた気がします。もみじ葵です。ちょっと空が暗くてよく映っていません。昨日モズが止まっていた四季咲き木星、枯れたのかと思いましたが、少し葉っぱがあります。デジカメ撮影です。これは絵に描いたようなキアゲハですね。三尺バーベナにツマグロヒョウモンのオスがいました。羽が傷んで鱗粉も落ちているような、ちょっと疲れたツマグロヒョウモンです。メスもいました。一瞬です。11時です。黒い雲も出ています。気温は31度くらいですね。暑いです。三尺バーベナにツマグロヒョウモンのオスです。あまり怖がっていないようですね。あ、ヤマトシジミの体当たりを見てください。お見苗しです。ハラビロ1号を見つけられないでいるんですが、どこかにいるんでしょうか。それとも別なところに行ったんでしょうか。パンパスグラスです。ほとんど動いていませんね。三尺バーベナにツマグロヒョウモンのオスです。これも逃げていきません。キアゲハです。これは一瞬で逃げていってしまいましたね。ひまわりのハラビロカマキリの幼虫です。こっちを見てますね。ツマグロヒョウモンのメス、またいましたね。羽が傷んでいます。もみじ葵です。今日は空が暗いですね。三尺バーベナにヒメクロホウジャクが来ています。スローで見てください。ホバリングが上手なんですけどもね。これはスズメガの仲間です。止まるとちょっと怖いです。一文字せせりです。これは蝶々です。三尺バーベナにまたキアゲハが来ましたね。キアゲハとナミアゲハの簡単な見分け方について、話し始めてもう1週間くらいになりますね。スローで見るととても分かりやすいですね。これはキアゲハですが、羽を広げた時に全体的に黒っぽいですね。そして縦じまがありません。ガルビネアスイートスパイスです。あ、丸尾が鳴いたの聞こえたでしょうか。スイートスパイス、綺麗な花ですね。デジカメ撮影です。三尺バーベナにナミアゲハがやってきました。縦じまというか筋見えるでしょうか。あ、一瞬キアゲハですね。そしてこれはツマグロヒョウモンのオスです。ツマグロヒョウモンはオスとメスが全然違う模様ですね。少し風が出てきました。昨日のような強い風は吹いていません。今日も一日蝶々がたくさん飛んできました。マルオです。僕が抱っこしてたら母ちゃんは昼寝で爆睡しました。今日はこの辺で、バイバイにゃん。